どうも、ピヨキングです。今日はですね、どうしても皆さんに伝えたいことがあってこの動画を出してるわけなんですけど、ついに来たんですよいや、ごめんね、サムネも何もつけずにタイトルもついに来ただけだと思うんですけどね、別に大したことはないんですよ。とうとう僕にもですね、スーパーサンクス機能がつきました。まあこれだけですねまずね、このスーパーサンクス機能は何なのかと知ってる方はね、もう多いと思うんですけど、ライブでスーパーチャットっていうお金を投げるようなシステムがあるじゃん。それを動画でできるような機能がスーパーサンクスっていうんですよね。で、ライブでスーパーチャットをするとその場でありがとうございますっていうのは言えるんだけど、動画だったらさ、コメントで返信することしかできないんですよ。なんで初めてスーパーサンクス機能をつけると、お祝いみたいな感じで大体誰かが投げてくれるようなことがあるんですよね。その時はもうコメントで返信することしかできないから、この動画でどうしても言いたかったんですよ。まあ誰かが投げてきてくれるかわかんないんですけど、一応動画でですね、お礼を言っときたいなと思いまして、どうも投げてくれた方ありがとうございます。でね、僕の性格的にいきなりスーパーサンクス機能をつけるっていうのがね、なかなかできなかったんですよ。なんか申し訳ないなと思って、やっぱりこういうのはね、お金をいただくことになるんで、今日からスーパーサンクス機能を始めますっていうのをですね、伝えたかったんですよね。で、この動画を出す今日からスーパーサンクス機能を追加したいと思います。ただ本当に勘違いしないでほしいんですけど、お金を投げてくれっていう意味でこの音声を撮ってるわけじゃないんですよね。重複するかもしんないんですけど、皆さんに何も言わずにスーパーサンクス機能をつけるのはね、なんかほんと自分の性格的にね、伝えなきゃ気持ち悪くて、何なんでしょうねこれ、不便な性格だなとか思うんですけど。あと1個ですね、伝えることを忘れてました。コメントを目立たせることができるみたいなんですよ。なんかコメントの枠に色がついたりするのかな、ちょっと僕も詳しくわかんないんですけど、なんかコメントが目立つようになるみたいだね。はい、ということで今日はですね、そのお知らせっていうことだけだったんですよ。そしてもうすぐ10万人ですか。まあ、四捨五入したらもう10万人だねもう1年以上前かな、ピヨキングさんがライブで銀の盾を持ってる姿が見たいですっつって iPad に銀盾の画像を出して、僕銀盾持ってますみたいなそういう雑談ライブをね、やってたんですけど、それがいよいよですね、夢じゃなく現実にできるのかなとか思ってるんですけど、まあたくさんのアンチもいるんですけど、本当にみんなが一人一人応援してくれて、そして動画を見てくれて、友達や家族や恋人に広めてってくれて、マジで感謝しかないんですよ。まあここのところですね、見てくれる方が増えてきている中で、口調もですね、もう少し柔らかくした方がいいのかなとか思うんですけど、知らねえよそんなの、自分で考えるよって話だけどね。ということで別に大したことはないお知らせだったかもしれないんですけど、僕からしたら結構重大要素だからねこれということでどうもありがとうございました。そして皆さんこれからもよろしくお願いします。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。